神戸でゼアリス法人の代表をしております。ゼリスシンガーソングライター優真です。とまっつんです。よろしくお願いします。 ゆしんさん、はい、以前税理士になるのに学歴は関係ないよという動画を作った時に、うんはい、こんなコメントが来ておりまして「私はエフラン卒の22歳で現在は税理士試験の勉強に専念しています大学3年生の時に母財4年生の時に所得税法に合格しました正直エフランかどうかは関係ないので全然大丈夫ですエフランでも頑張れば合格できました一緒に税理士試験を突破していきましょう」というのはとても頼もしい。 ああのコメントがが来ててておりりましてほんます、ね、はいなんてありがたいなた、まあ、学歴とか年齢とかをネックにして税試験を不安に抱えてる人って結構多いかなと思いますので信さんに改めてこの辺のことについて喋っていただければと思いますのでそうですね、はい、僕が学生時代別に F ランナーってことはもうなかったしなんか気持ちの悪い言葉だなってめちゃくちゃ思うんですけどボーダーーダフリーででなんでしょいやいやだから半分ぐらいの大学がそうだとしたら普通やん普通の F やん 普通の <laughs> そもそも普通の F なのにマイナスっぽい感じになってしまっているところに問題があるんじゃないかなっていうのをもうちょっとだけ掘り下げようと思うんですけど勉強みたいなところが日本としては受験になっちゃってんですよね小中高ってなっていくときに全員同じスピードの中で受験勉強みたいなことだけで 測っていくっていう、わけわからん恐ろしいシステムがそこにあるんですよ。10代前半の時とか、1桁みたいな時に、うえぇー <laughs> って遊びたいんや。それの方がむしろ正常じゃないのって思うぐらいなんですけど、その時に、他の人はせえへんかった勉強したら、それはみんな遊んでるだけで、え、ちょっと勉強したら、あの受験勉強は、それはクリアしますわねと。だけど、これ育っていった時に、 本来いろんな経験をしとかないといけなかったんじゃないその時期っていう時に勉強ばっかりしてましたが、最後どうなるかわからんのに、その最後どうなるかを無視して作られてるんですよ。受験勉強というものの成果を出していったかどうかだけで F ランオアノットが決まるわけでしょなんやねんそれと思うんですけど。そうなると何が怖いかっていうとですよ。勉強って言ったっていっぱいあるのに。 昆虫博士みたいになってる少年とかめちゃめちゃそれ勉強なわけですよ。めちゃくちゃできるやん、その勉強。だけど受験勉強っていうことには全く興味がなければできないですよね。エフランという別称のカテゴリーに入らされるわけじゃないですか。入ったらそうなんかなって思うんですよ、そりゃ人間。自分なんてエフランだし、みたいな。教育現場の人のお話を聞いたりしてもエフランっていうような呼び方をされるような人とかは 無気力な人が多いと。できないやつなんだからやっても仕方がないとか、やろうという発想自体がないみたいなところに追い込まれるんですよね。しかも時間かけて追い込まれてるんですよ。ってなったら、多くの人はそら、やろうともしなくなったりとか、やれるとも思わないしみたいな感じに醸成されていくんですよ。じわ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 問題はそこなんですよ。むしろさっきの、例えば昆虫博士みたいな少年は、こっちにいるわけでしょ。 勝てるわけないやん、こんな人に。ほんまがそっちの分野で戦ったら。だけど、その人すらも、その能力を奪われているかもしれない。っていう状態に今いるということを、 逆に F ランって呼ばれる方々っていうか自分をなんかそうやって呼んでいる方々とかはそこを認識してもらったらいいんじゃないかなと思うんです。そういうよう分からんプレッシャーというのはプレッシャーというかなんか上からの押さえつけみたいなものの中で自分は今出来上がっていると自分のマインドとか自分の考えている何とかっていうのはそこにあるのだと一回思ってもらったらめちゃくちゃ大事なのはそこからマインドとしてやろうってなるかどうかだけなんですよ、ね。それができればまさにほらこのコメントの方が F ラン在学 中に3つ取ってんすよえ、むちゃくちゃすごいじゃないですか在学中に3つ取んのなんかめちゃめちゃ大変ですよそれを思ったらもう全く関係ないってこといろんな資格試験の中で税理士試験が唯一だと思うんですけど一気にこの全範囲の試験をみんながバンって受けてそこの中で合否を決めるっていうものでは ないっていう試験なんですよ。全試験は5科目、しかも10何科目あるうちから自分で選んで、そして1個ずつ取っていいです。1個取るのに10年かかっても消えないんですよ。その1個は消えない。で、最後5個足せばいい。変でしょ。試験ものとして。なんかおかしくないですかウェルカムな 誰でも来てくれと。ただ、やる気求む。なんすよ。最後戦って、まあ上位10%ぐらいが受かるっていう試験なので、そこの本気を、じゃあ、1年だけ出したらいいっていう試験ではないと。少なくとも何年か。あるいは、時間かかれば、10年でも20年でもかかります。だけど、そこもやる気さえあれば、いつか取れるっていう制度。 他にないっす、こんなん。ということは、税理士業界自体がそもそも出来上がりからそういうのを求めてるんですよ。だって税理士っていうのは、やっぱり僕がいつもお話ししている支援業だったんだと思います、もともと。やっぱり僕が見ている先輩方の中に、本当に人生かけて支援してるなっていう。会社さんだったり、個人事業主さんだったり、あとは相続で言えば、亡くなった方のその気持ちの部分だとか含めて、そういうところをやっぱ支援してる根本の根本のすごい人たちがやっぱいるんですよ。だからやっぱきっと本当にそういう 試験なんだと思うんです。だから。 こういうシステムなんです。ってなるとですよ。まあ、いわゆるエフランっていう方が変なカテゴリーに入れられていました。だけど、どっちかといえば自分の気持ちを能動的にとか、未来に向けて持っていくっていうことをしにくいようにされているっていう世界の人が、そこをぶち破って税理士試験を受けて、税理士になりましたって言ったら、支援できるレベル。あと、目線とその先を見て一回そこぶち破ったそのやり方、筋道みたいなところを一個持ってるっていうのは、 各支援のレベルが違うううしななっていくっててい,いいいいくくこととにればめちちゃゃ思うんですよだからそれをぜひ目指してほしいなと。えー、ということなのでまあいわゆるエフランだっていう方こそ目指してみてもらったら税理士の世界は面白いんじゃないかなと思いますのでやろうぜみたいな気持ちになってもらってその世界こっちの世界来てもらえたら。 嬉しいなと思いますということで、えー、本日もありがとうございましたコメントとかいただくのがもうむちゃくちゃ力になっておりますのでぜひぜひよろしくお願いしますそしてやっぱり音楽届いてほしいですありがとうございますバイバイ頑張りましょう